ね、ツルピカハゲマルトはツルピカハゲマルトで勝手にやればいいんですが、知ったこっちゃないんでね。いやね、小池百合子を押してみたりね。で、自民党でカバコを押してみたりね。いや、本当にね、舐めるなっちゃ話ですがな。日本保守党とか言ってるけど、こいつらこそね、お前日本舐め腐ってるだろうっていうですね。ええー、加減に聖夜なんですよ。まあ、これ繰り返し何度もね、私、君たちに伝えてはいるんだけれども、保守主義っていうのはですね、 天皇陛下のことですね。まあ、さらにそれを拡散すれば国を守ること、日本という国家を守ることが第一義なんですよね。で、お尋ねいたします。そのね、守らなきゃいけないですね、天皇陛下を殺せと主張した統一協会とズブズブの関係の自民党ですよ。こんな連中を担ぎ上げるような連中をなんで保守って呼ぶんだって話なんですよ。教えていただけます安倍坪蔵どうなったの教えてくれる 安倍粒蔵様慢性ってやってたのあれなんか冗談なのいや、それよかったね。うん、君、あの、話変えるなよ。今私、安倍粒蔵のこと聞いたからね。安倍粒蔵ってのは私の記憶だと確か自民党だったような気がするんだけれども、違ったいや、皆さんね。私、あの、勘違いしてたからね。安倍粒蔵って自民党じゃなかったっけ共産党だったっけうん。粒蔵さんって共産党だったのおかしいな人間ね。 都合が悪くなると突然記憶が飛ぶわけですね。うん。壺像なんて知らないって言い出しますからね、そのうち。<laughs> えおみゃだぎゃあ。そうですね。本当にこう、バカだなと思いますけど、あの、名古屋のね、えー、おみゃだぎゃあがですね、今、名古屋でですね、予算審議やってるんですよ。名古屋市で。予算審議やってる最中に、 市長辞めるって言い出してですね。で、国政選挙に出なきゃ、まだもう27日に選挙だから、あの、もう国政選挙に出るんだったら今辞めないとまずいんですね。出られないんですよ。で、今辞めるって言ってですね、今、あの、議会と大声に揉めてるらしいんですけれどもね。名古屋のこのおみやだぎゃーですね。おみやだぎゃーのバカと違うかというですね。こいつね、なんでね、なんで今こう無理やりにでもね、こう国政選挙に出ようとしてるかって言ったら、名古屋市長選挙にね、もう次がないからなんですよ。 もう次はね、まず間違いなくですけれども、誰もおミヤーだぎゃーをこう支持してくれる人がいないっていうですね。そのツルピカ・ハゲマル党の一応代表、共同代表ですからね、こいつ。で、共同代表になって、で、今度は国政選挙出るって言ってるわけですよね。そのね、おみゃーだぎゃーがね、衆院選挙に出る。75歳で。 もう本当に欲の皮突っ張ってるね、人間ってのはみんなね、もうね、75っていうかね、人生、本当にこれ終わりじゃないですか、70って言ったらね、70になったら、もう人生残り10年なんですよ、平均寿命で言ったら。それを無視してですね、オラが前に出るだってやるわけですよね。どんだけそれが見苦しいことなのかっち話なんですよ。で、それもそのはずでしてね、もうあの、こいつあの、お宮ゃだけは市長やってますからよくわかってるんですね。政治家やると儲かるんです。もうこの一言ですが、ね。 なんでそこまでね、政治に75のね、老朽さらしてですね、それでまた政治家やるって言ってるんだ、だって儲かるんだもん。わしゃ儲かる方がいいんだべさ、なんですね。あのね、人間ね、70,80になって政治家やろうなんていう人間に、ろくな人間がいた試しがないんです。もしね、本気で政治を、日本を変えたいと願うんだったら、更新を育てるんですよ、普通は。あるいはね、資材投げ打ってですね、 で、この人たちの支援に回るんですよ。一人もいないじゃないですか。こんな人間一人でもいますかいや、しないでしょうに。だから私が切って捨ててるんですよ。70,80。それでまだ何ですか政治家やろうなんてバカ以外の何者でもないっていう。老朽さらしてるとしか言いようがないんです。現実を見ないよ、君たちね。現実を見りゃわかるだろうに。 70過ぎ、60過ぎのね、じじばばどもがやった政治がこの結果ですよ。この今の日本がその結果ですよ。あんたそれでね、満足かい私は不満だから文句言ってるんです。絶対にこれは批判しなきゃいけないと信じるから批判してるんですが。本当に馬鹿しかいないっていうね。本当にどうしようもない日本人しかいないね。今のね、世の中ですけれどもね。でもその中でね、その中でですね、若い人たちがね、 日本の政治にね、目覚めてくれる。日本の政治にね、真正面から向き合ってくれることを期待せざるを得ないんですよ。我々としてはね。まだまだ私だって若いんですけどね。来年30ですからね。あの、40以上ね。40、50、60、70、80。まあ、こういった人たちはですね、支援に回ってくださいと。